ロイック・デューバルはフランス人のレーシングドライバー。1992年にカートレースにデビューする。その後1998年にはヨーロッパ選手権エスポワール3位、フレンチカップで優勝する。1999年は世界選手権エリート9位。2000年も世界選手権エリート3位。2001年は世界選手権 フォーミュラスーパー A で9位となり、カートレースにおける世界選手権レベルのレースにおいて上位ランカーの常連として名を馳せた。2002年に本格的にフォーミュラカーの世界に転向し、フランスフォーミュラルノーキャンパスのシリーズチャンピオンに、2003年にはフランスフォーミュラルノーのシリーズチャンピオンに輝いた。2004年からは舞台をユーロ F3 選手権に移し、同年は、 シリーズ11位、2005年はシリーズ6位という成績を残した。また2005年には F3 マカオ GP にも参戦し予選でポールポジションを獲得するが決勝は6位に終わった。2006年に来日し、中島サトル率いる中島レーシングからフォーミュラ日本とスーパー GT に参戦する。共にチームメイトは武藤秀則であり、ホンダ勢の中では 若手コンビである。フォーミュラ日本では、ホンダ勢が苦戦する中で、第2戦鈴鹿と第7戦菅生で優勝し、シリーズ4位と1人気を吐く結果となった。スーパー GT では、最終戦の富士にて初勝利を飾ったが、年間成績はシリーズ11位に終わっている。さらに、A1 グランプリにフランスチームから参戦。表彰台を4回獲得し、シリーズ4位に貢献した。 2007年も前年度と同様中島レーシングからフォーミュラ日本とスーパー GT にエントリーしフォーミュラ日本では第8戦モテギでの2位が最高でシリーズ6位と前年を下回る結果となったがスーパー GT では前年同様最終戦の富士にて勝利を飾ったもののシリーズ2位に終わったさらに A1 グランプリにもフランスチームから参戦 第6戦オーストラリアのスプリントレースで初優勝を果たしたほか、表彰台を7回獲得し、シリーズ3位に貢献した。2008年も前年度と同様、中島レーシングからフォーミュラ日本とスーパー GT にエントリーしている。2009年も引き続き中島レーシングからフォーミュラ日本とスーパー GT にエントリー、フォーミュラ日本で年間タイトルを獲得した。 2010年はチームを移籍、フォーミュラ日本はダンデライオンレーシング、スーパー GT はウィーダー・ホンダレーシングからエントリーし、スーパー GT では第2戦岡山で優勝し、年間タイトルを獲得した。2012年はホンダ陣営からトヨタ陣営に倶れ。スーパー GT ではレクサスチームペトロナストムエスからエントリーするほか、フォーミュラ日本でも 土屋武志率いるチームキグネスサノコに移籍する。一方で同年より復活する FIA 世界耐久選手権では、アウジジンエに参加、R18 ウルトラをドライブする。F3 ユーロシリーズフォーミュラ日本、スーパーフォーミュラフォーミュラインスーパー GT、インターコンチネンタル、ルマンカップ FIA 世界耐久選手権ヨーロピアン。 ルマンシリーズルマン24時間レースセブリング12時間レースデートな24時間レース。ありがとうございます。